おはようございます。本日は2023年3月7日火曜日、アウェイドートムント戦ですね。チャンピオンズリーグドートムント戦、スタメンに見えてます。スタメンを結構入れ替わってきましたね。前節からが チャンピオンズリーグベスト16ということで、ぜひとも勝ちたい試合ですね、この試合は。よしで、アウェイで、あれですね、ホームで2対0勝ってるんで、優位な状態で挑めるのはいいですね。やっていこう。よし、スペイン、ゴールキーパーヘンダーソン、アンビサカ、バイリー、マグワイア、テレス、フレッチ、ガーナー、グリーンウッド、ペレラーダ、ショドロン、トプマ。メンバー本当に出かけてきたガーナーとかヘンダーソンとかは珍しいですね。サブがリシャルソン、デヘア、ショー、ブルーノ・ユナニス、カバーニ、ポグバ、ホスメンサですね。じゃあやっていきましょう。よし、いやーちょっとベスト8行きたいね。チャンピオンズリーグ優勝したい。お、ジグネルのファルかな、ここは。皆さんこんにちは。いいね、ウェファーチャンピオンズリーグラウンド16のセカンドレビューをお送りします。ジグネルのファルクじゃないのかな。西岡明彦、解説には福西隆さんをお迎えしました。間違いないね、福西さん。いよいよ準々決勝に駒を進めるクラブが決まりますね。似てる、はい、いやですね、アウェーゴール決めたいね。まずはアウェーゴール決めたら相当得意なの。相手は運転してないからね。ボルシア・ドルトムント対マンチェスター・ユナイテッドのマッチアップです。これはアウェーゴール決めたい。ボルシア・ドルトムントは経営破綻の危機を迎えたこともありましたが、観客動員も増え全然な経営になりました。そうですね、チームの躍進も大きかったと思います。今日はコーヒー、カフェオレを飲みながら飲みます。さあ、チャンピオンズリーグアンセムです。どうぞ。よし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 、行こう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 。高まるね。ドルトムントさんはこの感じ、山頂でね、やっぱり。よし、前線の人はあんまり良くはしないね、ドルトムントは。よし、いいね、人はペイヤーの人は。ああ、みそか。今にゴール欲しいな。最近ゴールないからね。PK が持てたからね。流れの中ではゴール決めてないからさ。お願いします。はい、100戦はこんな感じです。よし。キーゴール。さあ、前半開始、マンチェスターユナイテッドがボールを動かします。ドルトムントも点取らないといけないからね。ユリアン・ブラント。なんとさあ、スタジアムのテンションが上がります。見て見て、ハーランド、ハーランド、危ない。キーパー弾く、ユリアン・ブラント。危ない、危ない。よし、レアじゃなかった、ヘンダーソンだった。ごめん、間違えた、ヘンダーソンだった。こちらへ、アンドレアス・ペレイラ。ヘンダーソン、ここを起点にできるか。ヘンダーソン、ほいシュリツ、ほいほい、アレックス・テレス、テレス
ぶつかり合っています。痛い。エムレカン、起こすぞ。ユリアン・ブラント、オッケー。強い、ね、体をうまく使います。ボールを取った。ボールを持ち込んできた。ドルトムントどう出ますか。なるほど。ミッドフィールドでボールを取りました。ガンドルか。エムレーカン、視野が広い。このボールを奪います。ラッシュで ユリアン・ブラント、ブラントシュートを打った。これは惜しい。もう少し低ければネットを揺らしていたでしょう。よし、はい、先制点に入れたいけど流れは来ない。今晩の時間だよ。さあどうだ。ここよしよし。フレッジ、あパスコースにはディフェンスがいます。審判邪魔。嫌なところに出されたぞ。これはチャンスだ。うわ、まあ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 大丈夫大丈夫、はい、まあ大丈夫。一点取ろう。一点構成をかけてついにゴールが生まれました。素晴らしい連携を見せています。まだまだ点が入りそうですよ。今のはごめん、そこにいましたか。これだけゴールに近いと確実に決めてきますね。いつ入るか時間の問題だっていうのは。アンドレアス・ペレイラ、よしよし、ああ痛い。ボールのダッシュ、寄せが早い。トーマス・パーティ、パーティ、マヌエル・アカンジ、マンチェスター・ユナイテッドのボールになりました。ファウル。ここはフリーキックになります。フリーキック、いけ。キーパーがうまく飛び出した。ハディハディ、はい、見て、やばい。ラファエル・ゲレイロ、味方がサポートに来ます。うわ、ユリアン・ブラント、シュートコースは枠の外でした。ブラント目立つな。ヘンダーソン、ウェファーチャンピオンズリーグラウンド16のセカンドレグ、試合は前半が行われています。どちらも準々決勝進出に向け気合がみなぎっていますね。いいですよ。マンチェスターユナイテッドのスローインです。はい、スローイン、素早いリスタートですね。はい、さあビニット真ん中入って、組み立ては良かったんですが相手ボールになります。シュートは入るか。シュートまで持っていきましたが枠には行きません。また当たったか。ラファエル・ゲレイロ、うん、OK、 大丈夫大丈夫ね。マーカス・ラッシュフォード、おー、フィールドの中盤でボールを奪いました。エムレカン、ボールを奪ったのはマンチェスターユナイテッド、はい、あ、ラファエル・ゲレイロ、ボールが中盤でカットされました。ここはうまく取りました。よく見えてましたね、はい、いけ。このボールは重要です。エムレカン、よしよし、やばい。フレッジ、オッケー、いけー、いけー、まシュート決まるか。よーし、やー、これはでかい。逆転といけるでしょう。よし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 、オッケー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 、
うわ、ナイス。キーパーはなすすべがありません。至近距離からのシュートです。オッケーオッケー。これでドクメント4点差になった、3点差になってない、ドクメント。違うカメラから。先ほどのボールをご覧ください。ここ3対1でいいゴール。よしよしよし、これでかいぞ、でかいぞ。ユリアン・ブラント、ボールを中盤で奪いました。ドクメント、こボールを奪ったのはマンチェスターユナイテッド。オッケーオッケー。さあ、ファウルきました。トーマス・パーティー。パーティー。シュリッツ。レムレーカーン。いいよ。はい。はい、うまくボールを奪い、相手のプレッシャーを弱めました。うまい。やばい。ラファエル・ゲレイロ。いいよ。落ち着いて、落ち着いていこう。マグワイア、マグワイア、はい、トーマス・パーティー。怖いね。競り合いになりました。当てるぞ。おー、グレッチ、ナイス。今行くぞ。行けなかった。エムレーカン、エムレーカン。ユナイテッドにファールがあったようです。怖いな。ハーランド来るのか。違う、ロフト来た、ゲール来た。ほっ、シュート、クロスバーに阻まれゴールなりません。逃げるやつだったな。いやー、面白い人だった。あぶねー。ここで悪いでしょ。あれ、ユリアン・ブラント。あれ、あ、終わんないの。よし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 。今のゴールで1点するといいね。スコアは1対1。あと3点するとかね、ブラント。よし、楽になった。ありがとう、今。ミラン途中で1対1。後半いきましょう。後半、キックオン。レフリーが笛を吹き、後半が始まりました。オッケー、あ、あれか。はい。よしよしよし。つくね、つくね。シュリッツ。はい、あ、そっちじゃない。やばい、ゴールチャンス。やば、止めた。エンダーソン、ナイス。ゴールラインを割りました。ボルシアドルトムントのコーナーキックとなります。あー、怖かったな。ショートコーナー使う。ここはサイドへパスを出します。やばい。いやー、ゴールキーパーが果敢に飛び出しました。しっかりキープしています。はい、よし。あー、普通な。マネール・アカンジ。オッケー、タッチを割ります。ユナイテッドのスローインです。はい、マグワイア、マグワイア、バイリー、エリック・バイリー。何するか。パスをサイドに送ります。今さあ、ユナイテッドが徐々に押し込んできました。シュリッツ、お、やめ。トーマス・パーティ ー, ー、ミッドフィールドでボールを取りました。はい、お、いいシュートだ。あー、ナイス、ブーキー。レフェリーはコーナーキックの判定。よし、惜しかったな。
何を使うの？ドルトムントの選手に交代があります。こっちは上野の投票室、投票の投入室ね。レッチ君とか上野に行かせるぞ。さあ、やばいよ、行くぞ。ここは押し出します。上野だ。押し合う？ない。素晴らしいクロスだ。惜しいよ、入ったか。入ってないと思った。ラッシュ、ナイス、やったぜ。いいね。入ったか、よかったよかった。いや、リアクションが少なかった。頭でしっかりボールを捉えてますね。ナイスナイスナイス。ほど いいよ。別の角度からご覧ください。 OK。 ナイスナイス。これで相手は前傾しになった。ナイス、楽だ、楽になった。いいぜ、いいぞ。トーマス・パーテイ、パーテイ、サンチ、サイドでボールを奪いました。はい、はい、オッケー、走れ走れ。ブルーノ、元気いっぱい。ブルーノ、ルーノです。ファール、カード、カード、ドルトムントですね。カード、これ、よしよし。これはドルトムントにイエローカードが出ました。シューズにカード。次は厳しく行きづらくなりますね。相手はここを狙ってくると思います。ボルシアドルトムントが選手を交代します。ポグバ、豪華だね。ユンツは抜け目がありません。これは警告を受けました。壁が前に出すぎていたからでしょう。キッカー、キッカー変えようですね。いや、惜しくない。前方に運びました。なるほど。やばいやばい、戻って。ナイス、レッチ。マンチェスターユナイテッド、レッチ、ナイス。いいよ、今いい、いい形でゴール前まで持ってきました。レッチ、いけ、振り抜いた。いいところに出た。ナイス、止める、止めます。このパスは通さない。ナイス、ゲントやった。ポール・ポグラ、ラファエル・ゲレイロ、フィールドの中盤でボールを奪いました。フレッジ、はい、サウナ、もういけ、もういけ、あー、上、オッケー、ホグダ、ホグダ、素晴らしいタックルです。上だ、上だ、上だ、ユリアン・ブラント、ブラント、シュリツ、ほ、いや、ラファエル・ゲレイロ、エリック・バイリー、バイリー、いいね、いけ、いいよ。シュートは入るか。キーパー反応した。ボールを弾く。第2カード。コーナーキックです。第2カードか。主審がプレーを止めました。イエローカードが提示されます。先ほどのプレーでファールがあったようですね。第2のカードシーンみたいな。ああ、ここか。ごめんね。あ、今変えるか。一平さん。カードを1枚もらってしまいましたからね。一平さん。キッカーはブルーのがいい。もう一回。いや。コーナーキックで続きます。ここだ。コーナーを決めたい。はい、グワイヤ、コーナーキックから得点が生まれたかと思いましたが、ここは入りません。グワイヤに入らないのおかしくない攻撃でした。惜しかったですね。よし、はい、行け、はい、
ユリアン・ブラント。ブラント。怖い。船長、船長分かってるな。分かってるな、船長。オッケー。スライディング。まだある、まだある。気をつけよう。オッケー。やばい。シュートだ。うわぁ。船長。同点となります。いやぁ。まあ大丈夫、大丈夫。まあ、そうですよね。まだ当てるんですね。同点となりました。至近距離から決めてきました。違うアングルから見てみましょう。勝って終わりたいね、でも。痛い。このボールは重要です。さあ、カーブ、これはユナイテッドですね。カーブ、両チームよく見るね。警告が出るようです。ここで1枚もらうのは痛いですね。はい。このシュートは精度を欠きます。ゴールを脅かすには至りません。積極的に攻める姿勢は評価しましょう。これは先ほどのゴールシーンですね。何度見てもいいプレーですね。はい。変でした。いや、OK。ここ、そう、そう、いや、シュートはポストに当たって外に出ました。惜しかったな。はい。で、これはいいところにいました。ナイスインターセプト。カーブ怖い。抜いて。OK、ナイス。はい。リシャルリソン。リソン。はい。ブルーノ。ここでかわしました。いっちゃう、ブルーノいっちゃう。うわ、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 うわ。ヒュンメルス。はい。OK。ブルーノ・フェルナンデス、シュート、ボールを奪った。いいタックルでした。よし、オッケー。はい。これは通らず、相手の選手にカットされました。オッケー、はい、よく読んでいましたね。いくぞ、狙っていましたよ。はっ、フレッジ、フレッジ、シュート、フレッジ、よーしゃ、フレッジ、オッケー、オッケー。どこ行くの、フレッジ、どこ行くの、どこ行くの、どこ行くの、レッチ。よく引き寄せるゴールが生まれました。よく抜いた。よく決めましたね。残りの時間をどうプレーするかが鍵になりそうです。よし、そこにいましたか。これだけゴールに近いと確実に決めてきますね。オッケー、オッケー、ユリアン・ブラント、運転しとけよ。と、大丈夫、この時間で大丈夫。マヌエル・アカンジ、よし。トーマス・パーティボールを持ち込んできた。ドルトム、後半も残り少なくなりました。フリーキックのチャンスです。おお、カード、カード、カード、ボールが中盤でカットされました。よっしゃ、勝った。よっしゃ、よっしゃ、よっしゃ、試合、素晴らしい、素晴らしい。スコアは3対2。ベスト8進出。非常に面白いゲームとなりました。いやー、勝ってよかったね。しかもホイッスルが鳴り響きました。ファーストレグ、セカンドレグ、通算得点によってチームは辛くも勝利しました。ラジズンはこういった接戦を制したことは嬉しいでしょうね。いや、嬉しい。よかった、よかったです。はぁ、まあ、ゴール決めてよかったね。7.7。 MVP はフレッチか。フレッチよかったもんな。 8.5。 ブルーの通数2アシストつか。 7.9 高いね。そりゃそうか。馬は 7.7、 ヘンダーソンは 7.3。
デッショーの高い 7.5。フェッチワンゴールドアンシスタ 8.5。一方、ヨートメントはこんな感じです。ハーンド3チーム7点ではいけなかったね。7点ではいませんね。ヨートメントは。よし。シュート数は上回られてるけど、枠内シュート勝ってるんだね。オッケーオッケー。さあ、ベストテストどこだ、相手。よし。ビゼリアが勝ったか、ミランには。他はまだだね。いやー、よかった。デューソン、移籍すんの？らしいです。よし。じゃあ、中3日のリーズ戦、FA カップ選ばれるかな。まあ、やばいなよね。そりゃそう。もう、酷使してるからな。じゃあ、シミュレートしますか。結構酷使されてるから、済ませてあげよう。これで負けたら俺怒るよ、FA カップ。負けないでね。シミュレートして6回戦。6回戦は、僕を呼んだチームか。ブロックバンが今日頑張ってるね。取ったみたいチームも見どころですね。ブロックバンが残ってるな。すごいな。ここですね、ブロックバンティーは。で、行きましょう、リーズ戦。セレン、ゴールキーパー、デヘア。15ダウット、ツナンジレ、リンデフ、ショー。マクトミネ、ハンディベイク、ジェームズ、タイス・チョン。ブルーヘンダンデス、リシャリソン。セブはヘンダーソン、テイス、ホスメンサー、ラッシュフォード、ポクバカバーにグニュートですね。ラッシュフォードはベンチスタートか。じゃあ行きましょうか。バンフォードはベンチスタートですね、リーズ。キックオフ！インディオにカード。さすがに勝ってよ。再試合とか出たからね、勝ってくれ。FA カップは唯一、とりあえず、あ、ムネヘンデスゴール、ナイス。唯一、可能性ある大会だからね。チャンピオンズリーグは厳しいし。カバーに投入。ムーの2ゴール目、ナイス。ムーンの様々だよ。オッケー、勝った勝った。FA カップ優勝。優勝じゃねえや。7回戦進出、準決勝かな。オッケーです。いやー、素晴らしい。リーズ。バイリー挑戦してるな、スレシャーズが。じゃあ、トレーニングしてきます。ムー生きてるな。めっちゃスキル変更してる。なるほど。チェルシー戦が変更になって、リアプール戦も変更になったと。で、ラウタマティネスが復帰。今のライバルが増えましたね。シャリソン、カバーニ、ラウタロ。よし。あ、大学選手と水立つって。これは読んだよね、前回。はい、ということで、選ばれたんですね、みんな。よしよし。日本代表もな、これ、実装されてればいいんだけどね。実装されてないからね、日本には。ということで、次回、スタメンに当てます、セフィールユナイテッド戦。いやー、ガチメンだね。じゃあ、順位見るか。ユナイテッドが現在4位。セフィールユナイテッドが19位ということで、また彼相手ですね、リーグ戦。彼相手には勝ちたいけど、どうでしょうか。チャンピオンズリーグ決まった？お、待って、先にベスト16見たい。アトレティコを勝って、リバプールを勝ってバルセロナに、ビジャレアル勝って、ナイテッド勝って、チェルシー勝って、バイエルンがシティに勝ってますね。で、レアルマドリードが勝って、オリンピックリオも勝ってますね。写真準決勝、リバプールかー、ついにイングランド同士で戦うのかー、リバプールかー。いやー、手強い相手が来ましたね。アトレティコ対リオン。リアルマドリード対ビジャレアル。スペイン対決ね、ここは。バイエルン対チェルシー。バイエルン対チェルシーが結構楽しみですね。リオンが頑張ってるね。リオン、ビジャレアルあたりは、準々決勝もよく頑張ってると思います。バルセロナ敗退したか、シティも。うわぁ、厳しい大会だね。で、待って、FA カップは？FA カップ見たい。
まあ決まってないかな。FA カップ。お、準決勝、リバプールおリバプールとアンシーズンで4試合もしない、5試合もしないといけないの？レスター対シティ、リバプールでハイライテッド。マジで？リバプールで、リバプール与えすぎでしょ。リーグ戦2試合、チャンピオンリーグで2試合、FA カップで2試合、最後もう2試合で、再試合で。リバプールで高いすぎでしょ。ちょっと。まあいいか、全部勝とう。全部勝てばいいんだよ。だって来月3試合やるもん、リバプール戦。リバプール、アーセナル、リバプール、エバートン、トッテナム、リバプール。いやー、厳しい戦いになりそうですね。で、次回、シフィールドナイテッド戦、勝ちましょう。だけで、今回この辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。お疲れ様でした。バイバイ。またねー。お疲れー。